マーチトラベル。皆さんこんにちは、マーチです。憧れのエミレーツ航空 A380 ビジネスクラスに乗りまして、生まれて初めて中東のドバイへ行ってきました。砂漠、海、町、3カ所のホテルに泊まりまして、見るもの、食べるもの、嗅ぐもの、全てが新鮮。毎日ワクワクが止まらなくて、自然と早朝に目が覚めてしまうエキサイティングな旅でした。今回は初日のエミレーツ航空のラウンジと、成田からドバイまでの機内の様子をご紹介します。2015年6月に日本で初めてこちらの成田空港にオープンしたそうです。1日たった1便の、それもファーストビジネスクラス、エミレーツスカイワーズのゴールドとプラチナ会員だけが利用できるそうです。そのためだけに自社のラウンジを作ってしまうなんて、さすがですよね。料理が本当に全て美味しかったんですが、特にこのステーキが本当に柔らかくて美味しくって、ビュッフェにあるクオリティじゃないなと思いました。また天ぷらは注文制になっておりまして、お願いすると出来たてを持ってきてくださいます。本当に贅沢なラウンジでした。さて、いよいよ憧れのエミレーツ航空 A380 とご対面でございます。こちらは1階がエコノミークラスになってまして、2階がビジネスクラスとファーストクラスになっています。一つの機体にブリッジが3つかかってるのって、多分初めて見たんじゃないかなと思うんですけれども、本当にこれだけでいかに機体が大きいかっていうのがよく分かりました。いよいよ2階アッパーデッキにあるビジネスクラスにやってきました。ご覧のように本当に大きくて、これ全部ビジネスクラスなんですけれども、一体何席あるんだろうと思ってしまったんですが、
ゴージャスなビジネスクラスでした。ご覧のように木目調って言うんですかね、ちょっとわからないんですけれども、超豪華な雰囲気で、そして各席にはご覧のようなミニバーが完備されています。しばらく圧倒されてしまいました。